2003年に出版され、ペルシャ湾ナショナルデーを設置すべきと、イラン政府に提案した本ペルシャ湾ナショナルデーは、イランイスラム共和国の記念日の一つ。1514年から100年間にわたり、植民地としていたホルムズ海峡と、ペルシャ湾からのポルトガル人の追放を禁念し、2005年に制定された。アラブ連盟が1964年にアラビア語話者によるペルシャ湾の名称使用を正式に禁止する1958年まで、ペルシャ湾の名称の継続的な使用については、世界のすべての言語で異議を唱える人はいなかった。その後も、イランのマスメディアは、2002年まで沈黙したままであった。ペルシャ湾の名称の用語が公表されたのは、発行部数の非常に少ない一つのアトラスと2冊の本であり、その範囲は少数の図書館と大学教員の域を超えなかった。しかし、2002年のペルシャのウェブサイトやブログの出現により、状況が変化し、ペルシャ湾の名前を擁護するブログや研究が発表され始めた。モハンマド・アジャム著、ペルシャ湾の名称に関する資料、古の永遠の遺産によれば、1990年代の初めから衛星テレビが国内で普及し、文化コミュニティの中の意識の高いグループと、社会的及び文化的問題に取り組んでいる人々は、アラビア語と英語をはじめとするアラビア語以外のニュース番組やメディアが、ペルシャ湾の名称を大幅に歪曲していることに気づき始めた。すべての言語と時代における、この名前の一貫した正当性と歴史的背景を主張するため、歪曲する人々に立ち向かい、またこの古代からの名称を保護することの重要性を伝えるため、この貴重な遺産の支持者は行動を起こした。また、多数の会議やセミナーで、ペルシャ湾の名前の保護について当局に通知した。1888年の設立以来常に、ペルシャ湾の名前を使用してきたナショナルジオグラフィックでペルシャ湾の名前を歪めた後、2004年11月の新しいバージョンで初めてペルシャ湾という国際的な名称に新しい名称を併記した。この非学問的な歪曲に対して国内外の社会的及び文化的活動家の間で怒りと抗議が起こり、同期間に数千の電子メールと抗議の手紙と12万人以上のオンライン署名の請願書が送られた。アメリカの著名な機関の所長は、イランの人々に謝罪するとともに、過ちを埋め合わせると約束した。アラブのマスメディアは、前例のないやり方でコメントなしでニュースを報道した。一部は嘲笑し、一部はこの出来事に敬意を払っていた。ペルシャ湾の文化的及び精神的遺産を保護するために、当時のイラン政府によって取られた。措置の一つは、ペルシャ湾ナショナルデーを国の公式カレンダーに追加することであった。イラン政府は国内世論の高まりを受け、2005年にイラン暦オルディベヘシト月10日をペルシャ湾ナショナルデーとして正式に国の記念日と制定した。1729年ペルシャ湾と記載のあるオスマン朝の正式な地図。ありがとうございます。